いよいよ点数を発表したいと思います。点数は1分だけお時間ください。今日多くの受験生が覚えるのに非常に苦労する。 Hello everyone, 大口です。 Hi, can I ask you a question?はでは始まりました、ボイチェチャンネルです。今回はですね、第240回ですね、2019年5月の、トイック公開テストの結果を開封していこうかと思いますですね。まあ5月ですね、はまあそこまで難しくなかったかなと思いますけどね。6月は大変でしたね。今もう6月終わったばっかりで今これ、動画撮ってますけど、6月241回はちょっと難しい問題があって苦戦しましたが、どうなってるのかですね。ちょっと微妙だなっていう感じなんですけどね。では見ていきたいと思うんですが、その前にお知らせですね。いよいよですね、講師オーディションですね、英語講師オーディションっていうんですね。まあこのチャンネル初めて見る方は知らないと思いますけど、それ今やっててですね、決勝戦ですね、決勝4人の動画が、いよいよ公開されますので、明日公開されます。で、一応まあ時間的に話さなきゃいけないだろうなと思っているので、まあ6時7時8時9時ですかね、という形1時間ごとに出そうと思っています。ぜひぜひ、ご覧ください。まあクロート向けというか、まあ審査員ですね、超豪華審査員に、ね、向けてのものになっているので、ちょっとね、すごくクロート向けのビデオになってる感もちょっとあるかなっていう感じですね。はい、それはお楽しみにしてください。後でちょこっとだけ流します。ではですね、まずはそうです、結果を見ていきたいと思います。開封しますね。はい、そしてね、まずも住所の部分を隠しますので、ではですね、いよいよ点数を発表したいと思います。点数はこちら。はい、満点ですね。無事満点を取ることができました。今回も撮って第、84回目ですかね。で、次はですね、いよいよアビリティーズメジャーと言われるですね、正答率の方ですね、そっちを見ていきたいと思いますね。果たして、今回の正答率はどうなっていたのでしょうか。はい、まずはリスニング、こんな形になりました。2箇所は何か言ってますね。2番目が95で、4番目が92ですね。そうです。トイックって全問正解しなくても満点出ますからね。続いて、リーディングですね。さあ、リーディングはどうなっていたのかというと、こうなりました。2箇所、こっちもですね。1個目と、3個目ですね。が、95、97となっていますね。まあ、推測問題と、文書館に散りばめられた、難しいやつですね。いつでも満点が出る回だったっていう形なんでしょうかね。はい、こういった形でですね、トイックのいいところはそうです。ミスしても満点が出るっていうところですね。はい。ということで、今回はですね、全問正解はならなかったですけど、無事満点はまた獲得することができました。ですね。それではですね、推しオーディションの方法ですね、気になっている方も、いらっしゃると思いますので、そちらの方をちょこっとですね、ほんのちょっとずつですけども、流していきたいと思いますね。まず予選を、行って、で、本戦が、7人ですね、で行ったんですけど、7人のうちで、決勝に勝ち残った4人ですね、がこちらなんですけども、で、この人たちのやつをちょこっとずつ見てもらおうと思います。どうぞ。2分もいりません。1分だけ時間ください。今日は子供から大人まで、明日から多くの受験生が覚えるのに非常に苦労する、いわゆる多義語と呼ばれるさまざまな意味を持つ英単語。 Hello everyone, 大口です。いきなりですが皆さん、この2つの文訳してみてください。 Hi, can I ask you a question? How do you pronounce this word?
Well, if you need to put emphasis on the word, then you pronounce it can. And this is probably the pronunciation that you're most familiar with. はい、こんな感じだったんですけど、まあね、今回のこの決勝、本戦の方では再生数、ちょっと、高評価数を考慮したんですけど、それは関係ないので、決勝はもうこの有名審査員たちが、審査しますので、で、皆様の高評価数とか関係ないので、再生数とかも特に、考慮しませんので、なので4人全員同じ日にもう出してしまおうと思っています。ではではですね、明日ですね、楽しみにしていてください。どんな感じになるのか、まあ僕自身もですね、非常に楽しみは楽しみなのでですね、はい、はい、どういった結果になるのかですね、はい、もうすぐに動画上げたら、有名審査員たちにみんな送りますので、で一応はまあ何かしらコメントいただければくださいっていうふうには伝えておきますので、審査員たちですね、何かですね、この有名審査員たちもコメントしてくれるんじゃないかなと思って期待はしていますですね。そうなんですよ。もう、それぞれ、お会いした人が言ってくれてたんで、成川先生にも会ってですね、会った時に喋りましたし、西先生もですね、言ってくれましたし、関先生からもメッセージもらったりしたんで、で、来週安越先生にも会うので、ですね、ちょっとですね、いろいろと話は聞けるんじゃないかなと思っています。なんで、その辺のですね、どういった、ね、この有名審査員たちがコメントをするのかっていうのもですね、ぜひぜひ楽しみに、待っていただければなと思います。はい、ですね、いよいよですね、皆様のお待ちかねのですね、列がスタートしますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。で、トイックの方はですね、来週じゃねえ。7月の方はちょっとね、受けられないので、私合宿に行っているので、できませんので、7月の方は、一ノ瀬先生がですね、この講師オーディションにも出ている一ノ瀬先生、まあ、他の先生にもね、言ったんですけど、この決勝出てる人とかね、言ったんですけど、まあちょっと、授業があったりとか、できないってことなんで、ちょっと一ノ瀬先生にお願いします。一ノ瀬先生がこれで、トフル満点、IELTS 満点に加えて、トイック満点が加わるというですね、記念すべき日ですね、に、ライブ配信しますので、ぜひぜひ聞いてもらえればなと思います。7月の方もですね、楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. ではまた。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.